はい、今日はですね、インプレッサを紹介しようと思うんですけれども、新型の、その前に、明日からのイベントの準備が整いまして、特等はですね、ちょっと奮発しまして、このコンパクトホットプレート、ちょっとおしゃれなホットプレートを用意いたしまして、で、2等はですね、まだ、今日取りに行かなきゃいけないんだ、忘れそうだった。熊畜産のね、お肉を、用意すると、いうことでございまして、まあ、その他もですね、いろいろ凝りました。今回はですね、まあ、このキリンの生茶もそうなんですけれども、この金ちゃんヌードル、それからカップヌードルプロ、ね、それからですね、麺作り、どん兵衛と、この食べ比べが非常に好評ですので、今回もその食べ比べシリーズ、それからこれ欲しいんですよ、このソラビの、アウトドアプレート、割れないやつね、おしゃれなやつです。これ、まな板と、ね、どれも犬酒場に合いそうな感じがしますけども、持ってないんで、これ欲しいです。ということで、明日からのイベント、お楽しみにしてください。ね、お得意様、たくさんね、いらっしゃると思います。ただちょっとですね、この足場がね、今回、設置されてますので、これ外すわけにいきませんので雨漏れのチェックもしなきゃいけないんですから、ちょっとね、これだけ、頭上気をつけていただいて、ぶつからないようにね、来ていただきたいと思います。さっきまでね、結構すごい雨が降ってまして、今日はなかなか外へ出るのも大変だったんですけど、今ちょうどあの雨雲の合間で、今のこのチャンスに取りたいと思います。僕初めて見ました、この新しいインプレッサのですね、ホワイトボディ、グレードはグレードは、STH ですね、最上級のものの革シートじゃないタイプで 色が白ということですね。車両本体価格が税込みで347万円の車になります。このインプレッサちょっと派手なね、デカールが入ってますけれども、これで、これから走り込んでみたいと思います。実はですね、今日は、3人で、乗ります。ちょっとこれはSTI のエアロがついてまして、気をつけなきゃいけないんですけど、気をつけて走らせないといけないんですね。こういうのがついてますので、結構ね、思わぬところでね、引っ掛けるんですね、これね。こういうとこ気をつけましょうね。これわかりますよね。これつけた方はですね、絶対ここをね、こういうとこ気をつけてあげないと、バキッといったらね、非常に高いものにつきますのでね、エアロをつけたら特に慎重にと。で、今後席の助手席側に一人、うちの山本部長に乗っていただきまして、3人乗ったらどんな足になるのかと、いうことを検証しつつ、国道を走ってみたいと思います。まあ、この個体はまだ400キロしか乗ってない、新車同様です。まあ、新車同様って言ってもね、もう試乗車ですから当たり前なんですけど、ちょっとエアコンの風量を落とします。 ETC カードが挿入されていません。で、ね、今日は、まあ、この足元の悪い中ね、東京の交通タイムズからお客様がありましてね、真鍋、編集長が中津川にいらっしゃるので、今日はですね、明日のイベントの支度もありますし、それから、いわゆる一日忙しい、雨降って忙しい、そこへ持ってきて、
夜も早く、ちょっと上がんなきゃいけないっていうことで、今朝は、ちょっとね、喋りながらやると危ないので慎重に、今矢印が出てます。5時前に起きましてね、今朝は。で、この雨が降る前になんとかあの陸とね、走らせたいということで、降る前でよかったです。ビャンと走らせて、1往復したら雨降ってきましたんで、諦めさせて、ご飯食べさせて、もう会社で一緒にいないと食事の面倒とか雨降ってると誰もやれないので、あの大変なのでね、ちょっと無謀じゃないですか夕方まで飲まず食わずで会社に連れて行ってますので、木曜の臨時出勤、ちょっとあのいらっしゃったお客様にちょっと大きな声で吠えたりしてすいませんでした。工場の入り口におりますのでね、ちょっとねお客様にね大変あの大きな声で挨拶して申し訳ないんですけど、そんなわけでですね、全部が今日は変則ね、その変則の中をですね、このインプレッサーを連れ出して走らせようと思います。ガソリンエンジンに比べると、この今ブーンとこのモーターが働いてる印象が、ね、僕これモーターの、ね、音もしてるんじゃない、少し出てるような気がするんですけど、独特なね、うーんっていう感じの、いい感じのトルクの出方がします。まあ上手にねブーストしてくれるわけでしてね、これがね背中を押してくれるわけで、いろいろな意味で、エネルギーの有効利用と、ロキトエンジンのような味わいの車に仕上がってます。でこう平坦路からこう下ってくるような時には、あのアクセルをオフにすると、エネルギー回生をしますので充電する、これはインフォメーションスイッチ、これかな、ここのインフォメーションこれか、これで切り替えてますね。今信号これですね、エネルギーのこのモジュールの表示が今度ちょっと変わりましてね、前のような大きいものじゃなくて e ボクサーという電池のマークと、今これで電動アシストね、エンジンと両方と、アクセル戻すとエンジンだけっていう、そういう表示をここで、見せてくれます。はい、ということで、じゃあちょっと前を映してください。ですね、気持ちがいい加速とブレーキが気持ちいいです。それからもう今エンジン止まっちゃってますので、モーターだけでこの回生してるわけですけども、こういうエネルギー回生ですね、あのアイドリングストップが非常に早く可能になるので、あの上手に使うとやっぱりなんだかんだ言ってやっぱりこう燃費はですね、良くなっています。まあストロングハイブリッド、いわゆるあのトヨタの THS ですよね、ああいうもののようなすごい、低燃費になるわけではないんですね、これは。その代わり重くもないし、比較的リーズナブルに提供できるという、まあ、そういうシステムになっています。でちゃんとモーターだけで走るので、全域モーターでですねずーっと走るってことはないんですけど、なかなか面白い、スバル独特の独自開発のハイブリッドカーですね、それを e ボクサーというふうに呼んでます。でこの車にはステアリングヒーターもついてますし、シートヒーターもあるのかな、ね、シートヒーターもついてますし、こういうものはもう物理スイッチで分かりやすいです。で、このビューモニターですよね、この切り替えるやつでも走行中でもこう見れる、
これも一応物理スイッチで、この大きな船体フォーメーションですね、この LCD の 11.5 インチになるんですけども、この船体フォーメーションで、切り替えていつでも確認ができると。ここも紹介しておきましょうか。このこれはあのレボーグではありませんので、モードセレクターはありません。ドライブモードセレクターはないんですけれども、こういった車両制御をここで切り替える、まあ、これだけは僕早く、あの物理スイッチにするといいと思うんですけども、おうちのマークを押すとホーム画面になります。この辺のね、やっぱりあのデザインもね、最初のレボーグの頃と比べると若干変わってきてますよね。レボーグの時ってこれなかったような気がするんですけどね。これナビですよね。で今 EV 走行になってます。で前の車が異常にね、車間距離をね開けてるんで、なんか見てるんですかね。今これモーターで走ってます。行かれたおっさんだな、やっぱりボソッとボソッと一言ね、やっぱりね、あんまりノロノロ走るのも失礼ですよね。さあ、ここから今アイドリングストップ AVH が働きましたから、この AVH 便利なんですよ。これでブレーキ離しただけでもうあのブレーキ、サイドブレーキが働いてます。アクセル開ければ自動的にこうやってサイドブレーキ解除しますから、これが上り坂の、信号だったりするとこの AVH 入っているのはすごくいいですね。違うんですね。今これ完全にアシストでね、エンジンアシストしてブーンっていう感じでトルクがね下から盛り上がってきますので、ここがいつもあの感じる水平対向6気筒エンジンのフィーリングっていうのはこういうところですね。あとやっぱりね、乗り心地がすごくあの重厚感があります。クロストレックもいいんですけど、これはやっぱり低く構えてる分だけ、より一層なんていうんですか、どしっとした感じがします。で、今うちにはガソリン車があるんですけど、あの当然ガソリンだけの車に比べれば重量がこっちの方がありますのでね、より重い、こうマスですよね、マスが重い、要するに重量マスがかかっていることはすごくあの感じる時があります。それはどういう時かっていうと、やっぱり上下にこうふっと動く時ですよね。綺麗にサスペンションが吸収しててふっと止めるんですけれども、比べる術のない方は分からないと思うんですけど、僕らはもう比べることができるので、そうするとやっぱりあの、まあ、変なあのこだわりなんですけど、やっぱり軽さば性能っていうのがあの昔からあの、僕の辞書の中にはありましてね、やっぱり軽ければ軽いほど同じ剛性で、同じ、足でですね、構造的に、ほぼ一緒の中でですね、車を走らせるとやっぱり軽い方が、はるかに走りはいいわけですよね。なのでそれはどんなものでもそうだと思うんですけども、ガソリン車に乗るともともとインプレッサが持っている伝統的な、
マッシブな車なんですけれども、ひらりひらりと走るっていう、そういう印象をすごくガソリン車の方からは得ることができる。これはもう明らかですね。で、かたやこの Eボクサー搭載車というのはここで違います。こういうところですね。でここで、エンジンに高回転を要求せず、ね、トルクをモーターが出してきますので、今これ結構なね、急勾配ですけども、ここをこう確認してこう出るとき、これがもうもろにモーターでアシストしますが、ここが違います。今これが違います。これは前、サンブレイズパールのね車で、もっと激しいアップダウンのとこ行ったんですけど、あの時ももうはっきり感じましたよね。今日もここでこのモーター付きの優位性っていうのはやっぱり感じることができますね。初めてね、白い新型車、クロストレックも含めて初めてじゃないかな、見ましたけども、すっきりしてていいですよね。インプレッサの、前はスポーツって言ったんですけども、このハッチバック、今もセダンがなくてインプレッサこれしかないんですけども、ね、日本人の一番大好きなやつですよね。前を行くトヨタのあれなんだろう、あの車も白ですけど、同じような白ですよね。パールホワイト、鉄板カラーですよね。まあ、一番今無難な、前ヤリスクロスか。最近のトヨタ車本当に何が何だか分からないですよね。ヤリスの面影なんか何もないよねあれ。SUV になっていますよね。はい、ヤリスさんの後をついて走ってきました。ということでですね、ちょっと今日はこの後予定がありますので、ここで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。